こんにちは。今回はこちら、セーラー万年筆の四季折というシリーズの中の久方というモデルです。カラーは星屑です。価格は3000円。ボールペンの他にシャーペンと万年筆もあります。久方は星屑を含めカラーは4種類あります。星屑は天に広がる星の瞬きを表現しています。茜空は夕明けに染まる空を表現しています。打ち水は日差しを浴びた水しぶきを表現しています。桜は風に舞う桜を表現。ペン先中央のキャップリング、クリップは金属製となっていますが、軸は樹脂製です。表面の質感は滑り止め効果がそこそこありますが、皮脂がついていたりハンドクリームをつけた後だとぬるぬると滑りやすいです。軸には星の輝きを表現するためにラメが使われています。ラメと聞くと単調で安っぽい見た目になるのではと思われる方も多いと思いますが、この久方星屑はなかなか素晴らしい出来です。ラメは青系統からシルバーの複数の色を使っているように見えます。さらにその輝き具合も軸のベースの色が暗い紺色なこともあり、ほとんど輝きを感じられないラメからしっかりめに光を反射しているラメもあって、本当にそれぞれの光の強さが違う田舎で見るような星空のようです。そして少し螺鈿っぽさっていうのも感じるんですよね。もちろん本物には及ばないんですけど、それでもラメの安っぽさを最小限に抑えているなと思うくらいデザインの完成度は高いと思いました。リフィルですけど、セーラーの180500が使われています。シェーファーのリフィルと互換性があるみたいです。 G2 規格のリフィルに似ているんですけど互換性はありません。このリフィルはボール径 0.7 と 1mm のものが販売されています。では身体計測。重さは 22g です。重心位置はペン先から 7.8 cm ほど。グリップの太さは 10.3 mm から 6.5 mm の流線形です。実際に持ってみると結構細めに感じると思います。ペンの一番太い位置での太さは 12.6 mm。 では書いてみます。インクはかなり滑らかです。低粘度油性インクですね。個人的にはジェットストリームとどっこいどっこいかなと思います。もしくはこっちの方が少しだけ劣るかなといった感じです。正直このセーラーのリフィルの書き味も好きなので、今後またセーラーのボールペンを買おうかなと思っています。書きやすさ、書き味、ざっくりしてますがいいから最高です。グリップは太めが好みでない限りは普通に握りやすいと思います。ペン先のブレもほとんどなくて筆記時は全く気になりません。個人的には重さが少し軽くて物足りない気がします。デザインは最高。値段を踏まえた上でですけどね、この価格帯でこのデザインは結構感動しました。星屑ではなく他のカラーに関してだとまた評価は変わると思います。使っていく上で気になる点、回転式で回転がすごく軽いです。自分が持っているペンの中では一番軽いかもしれません。ちなみに完全に手動です。少しひねると勝手に戻ったりはしません。クリップの硬さはちょうどいいです。ポケットに差しやすい硬さです。指紋は目立ちません。ただ皮脂とかで表面グリップがヌルヌルしやすいかもしれませんね。こんな感じでした。というわけで今回はセーラー万年筆の四季折シリーズ、久方のボールペン星屑というカラーを紹介しました。実際に見てから買うのがデザイン的にはベストなのかもしれませんが、通販の場合はあんまり期待せずに買うと確実に期待以上のものだと思えるのではないかなと思います。インクも普通にいい感触のものだったので、 G2 規格が使えないのは残念ですけど、そこまでデメリットとは感じなくなりましたね。
夜空が好きな人には刺さるペンだと思うので、ぜひ手に取ってみてください。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。